これってフレットっつって音程を半音ずつ決めていっている金属の棒なんだけれども、打った後にエッジのところの処理がやっぱり綺麗にいってないと手触り悪いじゃないですか。で、綺麗な装飾とかそれはまあ魅力的っちゃ魅力的だけれども、実際にプレイヤーが使う時のこう手触りとかその伝わってくる感触って非常に大事なところだなっていうところで、特に一番ね持つところとかにはやっぱり徹底的に追い詰めていってやっていかなきゃなっていうふうにやってるところですね。そうですね、ものづくりは好きで、段ボールとかので工作とかそんなことはちっちゃい時にはやってた。クラシックギターでの作り方の一つにボディとネックが一体になった状態で作っていく作り方ってあって、それを応用したのがネックとのこうつなげ方の構造。普通だったらこれに大きなヒールがつくんだけれども、それがないことで非常にこう高音も弾きやすいような、ギターを作っているというのは、構造上の大きな特徴。要はヘッドとかネックとか全部合わせて楽器なのね。そこをこううまく引き出して一つの楽器として成立させていくっていうのが、その音作りの一番の肝じゃないかなって感じてるんですよ。一方的にこう自分の考えだけでものを作ってても肝心のユーザーからは離れていくんじゃ、楽器制作者としてはちょっとね違う方向に行っちゃうんで、やっぱりプレイヤーの意見っていうのは常に聞きながら、やっているってとこですよね。技を極めることはもちろん必要だけれども、そこで終わるんじゃなんか全然面白くないなと思って、何がよりいいんだろうなっていうことを、いつか考えている。なんかこう新しい発見とか、こんな風に作ったらどうかな、おもろいんじゃないかなって作って、それが売れてやったみたいな感じの方がちょっとね、嬉しいなって思いながら。昨日夜中に予約できてっていう状態でしたね。やっぱりお互いプロなんで厳しい意見もしてくれよっていうとこだよね。でそれによってやっぱりもうちょっとやり方考えていかなきゃいけないなとかいうか考え直していくきっかけをもらえる人と付き合ってきたよねって思っているね。これで生きていこうとするからには、それやっぱりね、よりレベルの高いものを作っていこうっていう
するしかないけどね。これ小田さんいつでしたっけ？3年前ぐらい。それ言う。すげえ高いところに弾きやすいんですよね、杉田さんのギターね。低音から高音まですごいバランスよく、どれもがなんか主役みたいな感じのサウンドするのがやっぱ杉田さんのギターの特徴かなと僕は思ってます。でなんかやっぱり柔らかいですよね、音が。なんかそのガットギターみたいな柔らかさと、でもやっぱり鉄弦ならではのその存在感みたいなところが同居してるっていうか、そういうのはいわゆるファクトリーメイド工場生産のギターにはない魅力かなと思います。制作の原点になってるクラシックをもう一回こうやっていきたいなっていうところがあるんですよね。今主に中国台湾ぐらいは過ぎたじゃんっていうふうにその認知されてるっていう自負はあるけれども、北米やヨーロッパあたりではやっぱまだまだ弱いなと、そこら辺やっぱりちょっとやっていきたいなっていうふうに、まあ、今思っているんですよね。自信はあるね、はい。